第2本帝国海軍兵装一覧は、第2本帝国海軍所属の艦艇に装備した、もしくは装備が予定された兵器の一覧である。各種類別の兵器の名称と、簡単な説明を記す。また関西艇の一覧も付記する。第2本帝国陸海軍所属の艦艇については、第2本帝国海軍艦艇一覧、または、第2本帝国陸軍兵器一覧船舶を参照。 名称は、正式名称を適宜、わかりやすく変更する。例、六十口径三年式十五センチメートル語法は、六十口径三年式十五点五センチメートル法。と記す。いわゆる、大和の四十六センチメートル法の正式名称は、四十五口径九十四式四十センチメートル法。説明は、三、四年、東西鑑定などを簡単に記す。 詳細な記述が必要な場合は新たにページを作りリンクする。一覧にない並走があった場合は追加してください。便宜上小口径中口径大口径法に分ける。小口径法、編集中口径法、編集大口径法、編集九十三式十三ミリメートル機、1弾段対空ロケット弾対戦用前方、当社兵器ホイバン症準装置、編集射撃式装置、 編集92式射撃板。水上射撃用。編集後射射撃用。編集機銃射撃装置。編集 36cm。編集 45cm。編集 53cm。編集 61cm。編集便宜上。固定式と旋回式に分ける。固定式発射管、編集潜水管用。編集旋回式発射管。 編集 45cm、編集 53cm、編集 61cm、編集オーストラリアのダーウィンに近い海岸に打ち上げられた日本海軍の88式機雷、普通機雷、編集防戦用機雷、編集艦制機雷、編集潜水艦用機雷、編集航空機用機雷、編集金属製のリングを多数接続し、網状に加工したもの。 部位などを使い水中に蹴ん張りし、潜水艦や魚雷、工作員の侵入を防止するための装備品、リングの形状、大きさ、または、正式採用年等により、各種のものが存在する。パッシブソナー、ハイドロフォンのことアクティブソナーのこと航空機は、日本製航空機の一覧、大日本帝国海軍を参照のこと、カタパルトのこと、空母に着艦する、 航空機を停止させるために飛行艦板に貼るワイヤ。制動策で停止できなかった、航空機のオーバーランを制止するバリア。いわゆるレーダー。航空機用、編集通称逆端。敵味方識別装置。大きさは、帰船長で表す。大日本帝国海軍の単照島。大日本帝国海軍の単照島正式名称は、総裁一定。河川方刊搭載。水陸両用戦車。 明治大正時代は、採用年の和れを使用した。昭和期は、採用年の後期の下二桁を使用した。参考輸入兵器は社名を一文字の漢字で表し、形式名とした。この一覧は、未完成です。過筆、訂正してくださる協力者を求めています。ありがとうございます。